今日も受けることができました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。本当現場事故なく進めることができて本当に良かったなというふうに思ってます。お子さんたちこれ思う存分走り回ったりとかして、はい、本当ご家族すごく仲良さくて楽しい生活がこう思い描けるような感じだなというふうに作り手があると思ってさせていただきました。今日聞くとしてはんですけどこれから点検とかいろいろお会いすることたくさんあると思うので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございます。営業の三浦と申します。はい、お願いします。まあ、これ僕の、まあ、個人的な部分からのちょっとお話になるんですけども、はい、あの小野俊樹、はい、営業担当の小野俊樹とスターバックス時代の一緒に働いてた僕の後輩になりました。小野俊樹がフェザー本部に入社するきっかけもあの一緒にフェザーカフェで働き始めたことからがきっかけで、初めて自分がこう営業担当として一からこう家を作り上げたなんか一棟目という機会をいただいたのが、はい、あのこちらのお家ということで、 かなりこう気持ちも入ったようなあのすごい嬉しいっていう感情を持ったこう引き渡しの日にあの僕も立ち会うことができてとても嬉しく思います。あの、はい、お家作りはあのこれから引き渡しからがあの本当のお家作りになりますので、あのご家庭の時間とかそういったものを大切にしていただいて、まあ、何かあればあのフェザーム全体でですね、あのお役立ちしながらこれからもあのご一緒に進めていければと思いますので、はい、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。出会った時には結構いろいろお父さんとお母さんだったりだとか、はい、私たちも正直言うとどうなっていくのかななんていう感じで見てあの一緒にいた感じです。で、お手伝いできるということは限られていて、その決まった方向に合わせて喜んでいただける形をちょっと作っていく、そんな思いでちょっといたっていうのをちょっと思い出しました。で、打ち合わせを繰り返してあのこういう形にあの土地探しから見つけていただいてご連絡いただいて、確かその日にうちにすぐ見に来てっていう形で進むことになったんですけど、こうして出来上がってちょっと喜んでいただいてるのかなっていうふうに感じます。住んでいただいておそらく走り回ってる姿もちょっとボンとやりながら、また可愛いなと思いながら誕生日一緒に祝ったり、いろんなことがここで多分続いていくと思うんですね。その度にはなんか幸せだななんて思っていただきたいというふうにあのこれから思ってます。当然その後のサポートメンテナンスだとかもお手伝いしていきますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。今日までというかひとまずありがとうございました。ありがとうございます。あのすごい1年こうしてなんですけど、あの最初ちょっと2世帯住宅で考えてて、なかなかちょっとうまくいかなかったりして、まあ、結局小世帯になったんですけど、あの皆さんにすごいわがままを聞いていただきながらあのお家を作ることができて、あのすごく嬉しいですし、あとすいません、あのエステルーム作っていただいたので、あのこれから開業をしていくんですけれども、あの子供たちのことも向き合いながら、あの自分の両親のことも大切にできる距離に立てることができたので、あの大切にお家をしていきながら、あの幸せに暮らしていきたいなって思いますので、あのこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、きっかけがまあ、小野くんだと思うんで、多分小野くんからの営業電話がなければ出会えなかったと思いますし、多分樋口さんじゃなかったら話も進んでなかったと思うんで、いや本当に一期一会だなと。でやっぱこう大きい買い物ですから、まあ、一緒に一度あるかないかの買い物なんで、まあ、それはフェザーホームさんで建てられたっていうのはすごく嬉しく思います。まずは今日まで本当にありがとうございました。ありがとうございました。あの家族ともどもちょっとこういろいろあると思いますが、このお家で幸せに暮らしていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございます。はじめあの他社様である程度打ち合わせが進んでいる中で、こういろんな壁にぶつかったタイミングで、我々フェザーホームにあの資料請求をいただきまして、はい、初めてご電話させていただいたのがきっかけなんですが、そこからあの前の事務所も前の事務所からですね、こう打ち合わせを進めていく中で、まあ、こうやって形になってすごく僕も嬉しいですし、初めての注文住宅 の私受注だったので、一生記憶に残るお家になったなというふうに思います。これからもあのメンテナンスだったりですとか、そのまたいろいろサポートさせていただきますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。本日は誠におめでとうございます。
挙誠におめでとうございます。まず引き渡しを終えて私自身もホッとしております。最初の出会いは他者様である程度進んでいた中でこううまくいかないこともあり、そんな中で我々フェザーホームにカタログ請求をいただきまして、電話を僕が電話をかけさせていただいて繋がったっていうのがきっかけなんですが、最初はこう他者さんで思うように進んでなかったということもあり、結構電話もなかなかこう家作りもなんて言うんでしょうね、億劫になってたタイミングといいますか、ネガティブにちょっと流れていたタイミングだったので、結構こう私は結構無理を言ってお会いしたというきっかけでして、なんとか来てくださいということで来ていただいて、そこから最初は実は2世帯住宅っていう最初プランだったんですけど、最終的には今回単世帯で のお家作りの計画となり、無事お引き渡しを終えて入居式ではあのように感動のお言葉もいただけて、なんて言うんでしょう、私も実は注文住宅として受注して初めてのお客様なので、本当に自分のことのように嬉しいですし、これからもメンテナンス含めて本当にサポートさせていただきたいなと思っておりますので、何かあればすぐにこの場で行っていただければなというふうに思います。これから元気なお兄ちゃんと弟くんもこれから大きくなってこうやんちゃしながら世の中がこう足が出てくるっていうのもマイホームの一つ良さだと思いますので、これから住んでいく中でお家楽しんでいただければなというふうに私も思っております。これからもどうぞよろしくお願いします。